PC エンジン CD ロムロムシステム。世界で初めて CD ロムを市販化した歴史的周辺機器である。CD ロムを普及させるとともに、ゲームの演出方法を一変させた、この CD ロムロムを見ていくことにしよう。CD ロムはそれまでの記憶メディアに比べ大容量低価格を実現する次世代のメディアとして企画化され、将来記憶メディアの主流になることを想定して作られたものであった。記憶容量は 540MB から 700MB。 当時の大容量記憶装置であった PC 用ハードディスクが 40MB から 80MB であったことを考えると、驚異的な大容量を実現したメディアであった。その大容量を生かし、電子図鑑や教育向けのソフトウェア収録が想定されていた。この大容量メディアをゲームに転用できないか。ハドソンで数々の名作を作り上げたプログラマー中村真一が中心となり、プロジェクトがスタートする。1987年、NEC から PC エンジンが発売。この PC エンジンは、コア構想と呼ばれる拡張ユニットを使い、様々な周辺機器が付けられることを売りにしており、 PC エンジン開発時点ですでに CD ロムを取り付けられることを想定してあったようだ。ハドソンとしては CD ロムが大容量であることもさることながら、 CDDA 音源で声や生演奏をゲーム中に流せるというところに最も魅力を感じていたと後に中村真一が語っている。 CD ロムとゲームミュージックの関係は、かつてドラゴンクエストの作曲家杉山浩一が徹子の部屋で、いずれ CD を使ってゲームに生演奏が使えるようになる時代が来ると CD ロム登場の数年前に語っていたことが実現する形となった。それほどゲームと CDDA は期待された組み合わせであった。余談であるが、 PC エンジン CD ロムロムの開発と並行して NEC ではマルチメディアに対応した PC の開発をスタートさせている。PC エンジン CD ロムロムと CD ロム部分を共用させ、 PC よりも圧倒的に流通量が多い家庭用ハードで普及させることで CD ロムの生産コストを下げる。それが PC88 シリーズ最終作となる 88MC であり、本来であれば世界初の CD ロム搭載 PC になるはずだったが、富士通の FM タウンズに先を越されている。CD ロム搭載最大の難関はその価格であった。PC エンジンと同時期に他社が開発していた PC 用外付け CD ロムが20万円近い価格であったと言われる時代である。家庭用ハードでそんな値段をつければ全く売れない。家庭用ハードの普及率は当時の PC の10倍以上が見込まれていた。まさに一か八か、大量生産することでコストを下げる作戦に出たわけである。
発売された当時の価格が CD ロムとそれを PC エンジンにつなげるインターフェースユニット2つで約6万円。家庭用ハードの周辺機器としては桁外れの高額商品となった。とはいえ頑張っても20万円近くなる価格を6万円まで下げたのだから、ハドソン NEC の頑張りは称賛に値する。かくして PC エンジン登場の1年後、1988年、世界初の CD ロム商品 CD ロムロムシステムは発売されることになる。もはや忘れている人もいるかもしれないが、当初 CD ロムロムシステムは CD ロムとインターフェース部分が別々に売られていた。 CD ロムロムシステムが発売された1988年はまだ消費税が導入されておらず、 CD 商品には物品税がかけられていたが、インターフェースユニットは非課税対象であった。そのためセットで売ると全体に税金がかかってしまうため、バラバラで発売された。その後すぐ消費税が導入され、全ての商品に税金がかかるようになったことからセット売りされることになった。別売時代が短かったことから CD ロム単品の箱は非常に貴重である。発売当初、対応ソフトとしてアーケードゲームカプコンストリートファイターを移植したファイティングストリートと、当時アイドルであった小川のり子を題材としたアドベンチャーのり子が用意された。こんにちは。のり子はまさに CD ロムの特性を生かし、小川のり子の肉声を流し、さらにデジタイズされた静止画をバンバン取り入れた作品で、 CD ロムのデモンストレーションとしての側面を持って登場した。まだ試行錯誤の段階で爪が甘い部分も多かったが、将来に大きな可能性を残したソフトとなった。そして CD ロムロムのキラーソフトとなるあの傑作 RPG が登場する。 PC エンジン CD ロムロムシステムは商業的に大成功を収め、ゲーム業界をはじめ PC 業界まで一気に CD ロム時代を迎えることになる。音声、音楽、ビジュアル、 CD ロムはそれまでのゲームの表現方法を一変させた。時代の先駆者として PC エンジンは歴史に名を残し、ここから10年近くにわたりセガ、任天堂と壮絶なシェア争いを繰り広げることになる。 CD ロムロムの歴史については次回続きをご覧いただこう。次回のゲームグラフィック TV は PC エンジン CD ロムロムシステム特集後編。CD ロムロムを一気に普及させた傑作 RPG の登場から、ゲーム史上でも珍しいアップグレードまで、 CD ロムロムの歴史を振り返っていこう。